どうもー、夏ですね。はい、ということで今回ですね、夏なのでターボを買いました。はい、開封していきたいと思います。ターボ兼用で風量約 1.3倍、2個の大型ファン。はい、こちらですね、僕のあの MacBook Pro 16インチ、こちらですね、 MacBook Pro 16インチ、 Mac かどうかよくわからないパソコンになってますけど、これなんやねんっていうね。多分ね、ここまでシール貼ってるおじさんいないっすね。これをね、スタバで開くと結構有名人になれますよ。多分ね、これスタバで開ける勇気ある人僕しかいないと思うんですけど。で、この MacBook 16インチね、これね、50万したんですよ。だけど、その50万がね、今、うなってるんです。ブブブブブみたいな。熱いってね。これやばいな、みたいな。まあ、僕、動画多いじゃないですか。まあ、編集はあんましてないんですけど、結構最近ちょっと、多分、開けてみないとな。ちょっと、埃入ってきたのかな、わかんないですけど。ということで、ちょっと、この MacBook Pro 16インチが収まるやつですね。これ17型ワイドまでいけるみたいなんで、いけますね。いきましょう。いや、ほんとね、暑いと CPU によろしくないですからね。あとね、固まるんですよ。まあ、こういうね、開けるのね、僕苦手なんですね。こういうの開けるの苦手ですよ、僕。苦手。おすげえ、取っ手がついてる。取っ手がついてますね。軽いっすね。案外軽いな。はいはい、こんな感じです。これ持てる取っ手がある。で、ここに、スイッチ、こうやると、なんかね、アマゾンで、冷却で探すとですね、チャイナーみたいな、チャイナのピカピカめっちゃ多いんですよ。いや、ピカピカ、いらんやろ、みたいな。いや、やたらピカピカ多いんですよね。あー、でもちょっと高いかな。まあ、大丈夫か。はい。こんな感じです。で、置いてみましょう。MacBook Pro 16インチ。余裕。お、ちょうどって感じですね。ぴったし、たかんこんじゃないですか。あ、で、結構ぴったしですね。ぴったしに収まりました。はい。あ、でもポジショニングは、まあ、悪くはないですね。悪くはない。まあ、ちょっと斜めになるんでしょうがないですけど。まあ、うん、ちょっとこれ高めにしてみましょうか。こうちょっと斜めになるんで、ディスプレイが結構こうなるじゃないですか。ノートパソコン使ってる人は確実にこうなってると思うんですよね。こうなると思うんですよ。でもこう斜めになるんで、モニターがピッて上がるんで、あ、これだいぶ上がってるな。あ、これだいぶ急斜面ですね。難攻不落の急斜面になってきた。あ、これはちょっとないな。ここまで行くと、ちょっとここまで高くすると、ちょっと、打ちづらいですね。なんで、ここまで高くした場合は、外付けのキーボードですね。はい、じゃあこれちょっと早速つけてみましょう。ターボ、ターボらしいんで、はい、こんなのが入ってまーす。音フェチ、音フェチいらないですね。
まず音ですね。どこぐらいまで行くのかっていう。これね、USB がね、2個あるんで、まあ電気欲しいんでしょうね。USB2 個必要っていうね。USB が、いや、2個だったら僕思うんですけど、これ2個、普通の AC アダプターでもよかったんじゃないかなと思うんですけどね。こんな感じです。ちょっと、すみません、こんな感じで。2個。なんか、不細工だな、これ。まあ、これちょっとね、セッティングするときはこれじゃなく、AC アダプターから USB 取れるやつでいきます。まあ、今ちょっと映像撮るためにこれでビヨーンってやってますけど。まあ、普通のね、ノートパソコンだったら、Type-C じゃない、Type-C、でも今、Type-C 多くなってきたからですかね。これでちょっと。あ、これか。おお。まあまあうるさいっすね。まあまあ普通にうるさい。まあここでこっち側でファンのスピードを変えられるんですけど、ターボボタンもありますね。ターボボタンはだいぶうるさい。だからターボボタンするときはエンコードしてるときですね。ターボボタンを押すときは 4K とか出力するときですね。うん、一番その風量が少ないやつでやってもまあまあ落とします。うん。でもめっちゃ冷えますね、これね。めちゃめちゃ冷えてる。めちゃめちゃ冷えてます。めっちゃ冷える。めちゃくちゃ冷えますね。これちょうどぴったしな感じですね。こんな感じで。どうすか？これマジでぴったしですね。ちょっと一回切りましょう、これ。これ。ぴったしですね。うん。ちょっとキーボード打ってみていいですか。ああ。打ちやすい。大丈夫大丈夫。なんかね、いい、大丈夫。逆にこれぐらいの高さの方が、傾斜があった方が打ちやすいのかな。ちょっとね、僕が気になったのが、平たく置いた、まあ普通ノートパソコン平たく置いてるじゃないですか、デフォルトって。今までまあ僕はデフォルトで平たく置いてるんで、こう傾斜になった時のキーボードのストロークですよね。どうなんだっていう。キーボードはあんま普通の、ね、デスクトップのパソコンとかのキーボードもそんな斜めにしないじゃないですか。ああ、全然僕はまあでも好き好みですね、これは。ちょっとじゃあ、通常打ってみよう。あ、これね、多分ね、こんな感じなんですよね。
こんな感じなんですよ。こんなになるんですよね。こうなるんです。まあ本気になると。どんどん最初こうなんですけど、ね。これ多分ネットビジネスあるあるなんですけど、最初こうやってるんですけど、本気になってくるとこうなってくるんですよ。でもそれをちょっとね、軽減できそうですね。肩こり。これ肩こり軽減でもいけるかもしれない。うん。こう傾斜になってるから、うん。あ、なるほどね。そうきたか。あ、これ肩こり緩和もいいかもしれないですけどね。あ、キーボードが傾斜になってると肩こり緩和いいかもしれない。まあ、最近僕はブログ毎日書いてるんで、あ、これ肩こりしないかもしれないな。うん、まあ好き好みですけど、あのモニターもちょっと上に上がるんで、こう見なくていい。あ、楽かもしれないですね。まあでもこうなっちゃうな、集中すると。あ、でもいいっすね。いいいい、結論いいっすね。いい。まあこれになれたら多分こっちの方がもう絶対打ちやすいっすね。まああのモニターもこういい感じになるんで。そうそう、やっぱね、モニターの角度がやっぱちょっと上がるんで、肩こりいいっすね、これ。うん。そう、結構その、今、あの、なんだ、あの、在宅ワーク多いじゃないですか。で、ノートパソコンでやってる人、まあまあ多いと思うんですよ。で、結構その、もう在宅ワーク、紙デスクする人って、ノートパソコンを、あの、こう、上に持ってくる。もう、この、本当にこの角度にしちゃう。ノートパソコンってこうなんで、めっちゃ肩こるんですよ。だけど、その、まあ、これ以外、これは冷えるやつなんですけど、冷えるやつでもなんかこう、上にできるんですよね。いろいろあるんですけど。だからなんかこう上にしてね。で、下で、あの、外部キーボードをやってみたいな。やってる人多いですね。多いか。でもやってる人まあまあいますね。うん。でもね、なんだろうな。僕あの、外部キーボードを、Mac は Mac のキーボードで打ちたいんですよ。Mac は Mac のキーボードだから、この前ロジクールのキーボードを打ったんですけど、これにつなげて。やっぱ微妙っすね。やっぱ MacBook に慣れてる人は、僕ね、MacBook に慣れてる人は MacBook のキーボードが一番いいと思います。うん、MacBook はね、MacBook のキーボードが一番いい。で、なぜならば、理由があって、あの、もう、このジェスチャー機能に慣れちゃってるんですよ。まあ、その MacBook ユーザーって多分、まあ僕も結構もう、このトラックパッドに慣れちゃってるんで、このね、その、外付けだと、この位置がないんですよ。このキーボードってトラックパッドでこう動かすっていう、この位置を作れないというか、ないじゃないですか。そもそも。ね、まあ今、Apple で、その、この個別のね、こういう、なんか、ジェスチャーマッチョみたいなの売ってるんですけど、じゃあそれを外付けのキーボードをここ置いて、ここにジェスチャーマッチョ置くみたいな、ジェスチャーのその、なんか置くつは超ブサイクだし、明らかにブサイクじゃないですか。キーボード置く、ここにこういう四角いあのトラックパッドみたいなの置く、こういうやつね。おかしいですよね。おかしいんですよ。で、ノートパソコンって形状的にまあ、まあ、こうなってるから、ここにこう置けるし、こう置けるし、こう打てるし、で、こう、ここでこう、こうできるんで、やっぱこれとか、こうとかね、ピシ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 だね、ピシピシピシみたいなね。やっぱこれに慣れてる人は、MacBook のやっぱキーボードとトラックパッドのこの位置が、やっぱ一番最強だと思います。だからこの位置を崩さずやるためには、ここの傾斜があまり高すぎるとね、あまり高すぎると、ちょっと打ちづらいと思うんで、まあこれはね、結構今打ってみたんですけど、まあ違和感はそこまでないし、
僕が気にしてたのはここの高さなんですよ。これあんまり高すぎるとダメだなっていう。うん。でちょうど良かったですね、これ。ちょうどいい。これぐらいの傾斜です。傾斜的に。うん。で、あとは、やっぱね、これしっかりこう、がっちりこう、置けてるんで、キーボード打ってもやっぱブレないですね。なんかその、なんだ、チャイナ製のピカピカのやつとか多分、まあ、ここ結構ここごついじゃないですか。この持てるだけこれごついんで。でも軽いですよ。なんかね、多分ね、買ってないのでいい、買ってないけど予測していかないといけないじゃないですか。レビュー見たりとかして。なんかね、キーボード打った時に多分違和感あるんじゃないかなっていう、なんか、グラグラすんじゃないかなっていうのがあって、まあ、これも選んだ一つの理由なんですけど、狙い通りですね。狙い通りだった。狙い通り。はい。よかった。これで、夏のパソコン。で、あと軽いですね。はい。ここに持てる。はい。うん。これ2個ついてますね。2個。あとピカピカしない。あとね、ピカピカ、なんであれチャイナって全部ピカピカしてるんですかね。なんでピカピカさせてんだろう。いります?だって僕思うんですけど、だここピカピカしてるんですよ。置くじゃないですか。置きますよね。ピカピカ見えんやん、みたいな、そもそも。いや、100歩譲ってデスクトップの、デスクトップのこのね、マザー、なんか自分で自作 PC あるじゃないですか。自作 PC でここのところが透明にして、ここが透明にしてファン回して、そこをちょっとピカピカするのは、まあまあ、わかることはわかるんですよ。まあ、そのデスクトップこう、バーンと置いてね、そこの扉のとこが透明でね、光ってると思うね。それはわかるんですけど、いや、ここ光らしてもね、ここ光らしても置くやん、みたいな。いや、置くでしょ、みたいな。なんで置くのに光らすのみたいな。ちょ、よくわかんないですよね。ちょっとすいません。その価値が僕には理解できないですけど。なんで置くところ光らすのみたいな。まあ、あとはね。まあ、ここら辺光ってるやつもありましたけど。いや、ここ光ってもなんか邪魔じゃねえかなみたいな。ね、なんか。まあ、人それぞれね、価値観違うんで、あれですけど、僕はちょっと光るのちょっとやりたくなかったんで、光らないやつ探してて、で、まあ、この三和さんの、商品に行き着きました。これ5000円、なんか定価が1万円ぐらいなんですよ。だけど、多分半額ぐらいになってます、確か。これ定価1万円ぐらいなんですよ。だけど、半額ぐらいで買えると思います、多分。はい。まあ、わかんないですよ。また値上がってるかわかんないですけど、ちょっと気になる方はちょっとチェックしてください。この下に入れとくんで。でも定価一応1万円なんで、まあじゃあ、やっぱかっちりはしてますね。でも今半値ぐらいで売られてますよ、これね。人気ないのかな?うん。いや、これでもいいと思いますよ。うん。これね、冷えます。間違いなく冷える。だけど、ファンはちょっとやっぱうるさいですね。だから、ぶっちゃけ、デフォルトは、つけないかもしれないですね。普通の、正常の時はつけないかもしれない。だからその動画編集する人とかは、もうほんとね、エンコードしてる時にめっちゃ熱くなるんですよ。で、エンコードしながら作業したいんですよ。で、特に 4K とかの出力してると、まあそのファイルによってそうなんですけど、1時間とか2時間とかね、3時間とかエンコードする場合あるんですよ。4K ファイル。まあ、4K ファイルいじる人あんまいないかもしれないですけど。でさ、4時間ね、ブワー回って熱くてね、他の作業固まるってね、ちょっと酷なんですよね。僕なんか一人しかいないので。なんで、エンコードしながら他の作業したいんですよ。だけど、パソコン熱くなってると、それちょっとね、固まってね、カクカクカクになっちゃうんで。だから、その時は、これターボ機能使うか、なんちゃらって感じですかね。これターボ機能ですね、今。これターボ。これターボです。これまあまあうるさいな。
まあ 1.3 倍ですからね、ターボ 1.3 倍っていうのは 0.3 倍増えてるだけですから、そんなにターボじゃねえんじゃねえかなと思うんですよね。1.3倍ってあんまりないですよね。でもファンはね、一番低くしてもまあまあ動いてるなっていう感じはします。うん、風量をマックするとほんとうるさいし、うん、まあこれが一番静かなモードなんですけど、うん、普通に音しますね。まあでも冷えます、でも冷える。うん、ポイントとしては、まあなんで発熱するのかっていうと、ここにね、まあここにマックって、ここからファンが出てるんですよ。ここからバーって出てるんですけど、ここの設置してるところが、その特にデスクトップで木とかは熱くなりますね。木が熱を吸収するのかな、とにかく熱くなります。あのデスクトップ使って、あの机を木の人とかは、まあ僕も今木なんですけど、木の人は多分木材が熱を吸収するんでしょう。だから木材熱くなる。で、木材のその多分吸収、熱を困らすと思うんですよ。これ僕の見解ですよ。木材が熱、ここからマックから出てきた熱を吸収して、ここの木材あったかくなる。で、あったかくなってまた熱くする。あったかくなる。で、もう熱いみたいな。でもこれは、ここアルミなんですよね。アルミだから熱を逃がしてくれるし、ね。アルミで熱を逃がしてくれるし、からの穴開いてるし、ファンあるし、それは冷めるよねって話ですね。うん。だからその、結構 Mac 使ってる人って、まあ、あの、おしゃれタイプ多いと思うんで、デスクトップとか、デスクトップっていうかその、机ですよね。机、木っていう人多いと思うんですよ。おそらく。うん。木。ね。という、それだと熱こもると思うんで。そう、結構動画編集きついですね、それだと。まあ大体でもテーブルって木ですけどね。大体木ですね。まああとね、あのポイントとしては、ここが滑り止め、ここあるんで、ここ滑り止めあるんで、ちょうど止まりますね。ちょうど止まる。はい、で動かない、あ動きます、ちょっと動くか。あ、動かないか。あ、ちょっと、まあ、頑張れば動きます。頑張らなければ止まる。はい。頑張らなければ止まります。頑張って動かそうと思ったら動きます。はい、で、Mac のね、これがこう、ちょっと丸なんで、ここが。ちょっと丸い感じなんで、まあ、ちょっと頑張ればスライドしますね。うん。でも MacBook 16インチ使ってる人はこれはもうぴったしですね。あと、ここがちょうどほんとぴったしです。ここ。ここ。ほら。サイズ感がマジぴったしですね。この取っ手のとこにぴったしでしょうね。はい。はい。ということで、こちらの急速冷却ターボ。MacBook 16インチ使ってる方、これいいんじゃないですか？はい。動画編集しながら作業したいっていう方は、今の時期ね結構お困りになってると思うんで、いや僕もね、カクカクになるので勘弁してほしかったので、これでなんとかなりそうですね。はい、この YouTube の下に今回買ったやつ入れときますので、興味ある方は見てみてください。では、あ、そうこれね、ちょっとね、ここまで見てる人ってだいぶファンの人だと思うんですけど、あのこれ別動画撮るんですけど、あのですね、僕インスタグラマーに初になったんじゃないかなみたいな企業案件来ました。インスタに、インスタ4年ぐらいやってるんですけど、企業案件来ましたよ。
ぱいあるもんですね。しかもね、時計僕時計しないんですけどアップルウォッチは推しますね、たまにね。まあ東京に行ってる時とかはアップルウォッチでこうスイカでやるんですけど、もう普段全然時計しないタイプなんですけど、時計来ました、企業案件。まあそれはね、 YouTube の動画も撮りますんでまあインスタで、まあなんか無料でさ、あの時計もらえて、それをまあインスタ投稿して PR するっていうやつなんですけど、そうだ、 PR 代はただだけどプレゼントはするよっていう、物はプレゼントするんで PR してねみたいなやつです。だ YouTube もね、3年前か2年前に1、2個あったんですよ、企業案件がいきなり来まして、なんかその、これその時は Mac のなんかそのケースですね、 Mac のケースをレビューしてくれませんかみたいな企業案件来ましたね。あ、あとその iPhone のやつも来たかな、 iPhone のなんかのやつと、Mac のケース、この2個ね、実は YouTube で企業案件がダイレクトメールが来ましてやったことあるんですけど、そう、まあこの3はダイレクトさんから来ないですね、まあ僕は間違いなく3は、これ3は3ですよね。まあいや、とりあえずインスタグラムね、また時計ちょっと届いたらやりますんで、 YouTube でも。では